はいどうも、チュープロです。プロレス界の重箱の隅をつくような内容を毎日お一人語りでお送りしましょう。さあ、今日の話題はこちらになります。はい、コロナと手拍子シャンシャンプロレスと。ちょっとなんか言い方がなんか、闇ったらしいですよね。手拍子シャンシャンプロレス。で、お前なんかちょっとうまく言えなかったので、まあこういう形で、ご理解ください。手拍子シャンシャンプロレスというのは、手拍子シャン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 って応援するやつですね。前からも、例えばドラゴンゲートであったり、女子プロレス、こういったところ、あとまあ大日本プロレスとかでも結構あったかなっていうところでですね、かなり応援の手法として一つありましたけども、やっぱりこのコロナ時代における、応援のスタンダードな手段の代表に、なったかなというふうに思います。やっぱり声歓声出せないですからね。手拍子か足拍子かもうそんなものしかやっぱりできてこないですし、声出せない分やっぱり手拍子、特に拍手っていうよりも手拍子の方が応援しやすいというところはあったりとかするので、まあこれは当然ですけども、前線になってくるかなというふうに思います。そうなんですが、先日やっぱりそのスターダムとかを見ていてですね、ちょっとすごく感じたのがですね、第0試合とか第1試合からもう手拍子が必要かなというふうに思うんですよね。で、この第0試合とか第1試合、要するに若い選手が出てくる試合ほど、この手拍子を使う率というのが高くなってるような気がします。まあ、手拍子をすることによって、やっぱりその盛り上がるし、盛り上げてリズムに乗って、試合を盛り上げて進めていきたいというところ、その気持ちはものすごくよくわかるんですよね。ただ、その一方でですね、若手レスラーの安易な盛り上げ方、盛り上げ手段になってないかという気がするんですよ。そもそも、第0試合とか第1試合、いわゆるその若手の試合って盛り上げる必要ってあるのかなっていうんですね。若手同士が自分たちの基礎的な技術をですね、しっかりとお客さんに見せて、でやっぱりその感情とかそういったものを爆発させて、まあ、若さとやっぱりそういうのを培ってきた技術、そういったものを発揮して、レスラーとしての階段を一歩ずつ登っていくステップというのが、若手の試合であって、そこに、無理やり盛り上げる必要とかって僕あまり感じていないんですよね。ですが、下手するとこの第0時代とかで、この手拍子シャンシャンが10回とか15回とか、もうとにかくいっぱい出てくると、そこまでしてなぜ盛り上げる必要性があるんだろう。で、で、その中で若手がとにかく応援してもらいたいと。応援してもらうためには、まずこの手拍子シャンシャンをするとみんなシャンシャンやってくれるから、それを、使っていけば盛り上がるんだという、なんていうのかな、刷り込みみたいな、認識ですよね。まあ、ちょっと安易かなというふうに思いますが、まあ、安易というよりも、やっぱりもう刷り込みになっちゃってるんじゃないかと思うんです。で、何よりも沈黙が怖いというか、シーンとしているのが怖い。自分たちにも、それによって自分たちの技術とかそういったものが浮き彫りになっちゃう、つまり切断技術が浮き彫りになってしまうのが怖いっていう部分もあるんじゃないかなというふうに思うんですよね。でも、基本的に若手なんだから別に技術とかなんてなくて当たり前なわけですよね。感情をむき出しにして、エルボー一発、ドロップキック一発、ボディースラム一発、逆襟固め、そういったものをやっぱり感情を見せながらね、何クソと食いしばって、戦っていくっていうのが若手選手のいいところで、でそこに第1試合、第0試合から手拍子シャン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 を入れていくことで、逆にそのレスラーたちの価値というのは下がっていく。で、逆にこの手拍子シャンシャンで盛り上がるって言ったら、結局この人たちがもっともっとベテランになっていっても、やっぱり手拍子シャンシャンに頼ってしまう努力をするんじゃないかと思うんです。そう考えると、やっぱりその手拍子シャンシャンの部分に関しては、早めにですね、若手はちょっと何かしらの規制をかけていくんじゃないけど、やっぱ制限をさせることで、ちゃんと目の前のレスリングをお客さんに見せるということにね、うまくなくても集中するとした方が、長い目で見ると本人たちのためになるかなというふうには思いました。ちなみにスターダムの例でいくと、メインを、張ってるようなジュリア選手であったりとか、あとは宇多美選手であったりとか、そうですね、それの、シュリ選手とかですね、そういった選手たちというのが、この手拍子シャンシャンをですね、もう全く使わないということはさすがになかったです。ゼロではない。でも、やっぱりかなり少ないですよ。で、もう使うポイント、ちょっと盛り上げたいなというポイントで使うし、まあ、それ以外はやっぱりその、
試合 の, あのエモーションであったりとか、あの感情の見せ方、そしてインサイドワーク、そういったものできっちりと見せた上で、ちょっとここ盛り上げていきたい、ポイント盛り上げたいなというところで、手拍子シャンシャンを使う程度だったなというふうに感じます。この場合ですね、手拍子シャンシャンで盛り上げるというよりも、別に自分たちが盛り上げようとしなくても、あのいいものを見せれば勝手に盛り上がるんだということをですね、それをちゃんと理解してるかなと思います。できたら若手選手たちもね、それをしっかりと教えてあげてほしいなというふうに思ったりしています。皆さん、手拍子シャンシャンについてどう思うでしょうか、コメント欄に書いてもらえると嬉しいです。ということでですね、今日はコロナ時代と、手拍子シャンシャンプロレスという話をさせていただきました。今日の動画が面白かったという方はチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。それでは今日はこれで終わります。シュープロでした。